ご視聴ありがとうございます。どうも、マータスタルです。今回はですね、トマト缶で二次燃焼ストーブを作るんですが、ペレット用に工夫をしてますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは、二次燃焼ストーブを作っていきます。はい、まずはこれです。スーパーで100円前後で売ってましたトマト缶です。これをストーブの外観に使います。それに対して少し小ぶりなトウモロコシの缶です。これを内側に使います。内側に使う缶を選ぶ重要ポイントですが、ここが丸くて上の径が絞られているものを選ばないようにしてください。これは 4mm 間隔のメッシュですが、最終的に重要な役割を果たしてくれます。縦横9センチあったら十分です。それでは今回使用する工具を紹介します。マジック、それからダイソーのオープナー、二次燃焼の穴開けに使う釘です。そして金切りバサミとハンマーです。それでは実際作っていきます。最初にこの缶パンチで通気口を開けていきたいのですが、先端が丸いために穴が開けにくいので少し加工していきます。最初の丸い先端よりはシャープに仕上がっていると思います。缶がへこむことなくいい感じで穴が開いてますね。缶の側面に巻かれてある化粧紙を剥がしていきます。それでは加工された缶パンチを使ってみようと思います。おお、へこむことなくいい感じで開きましたね。はい、こんな感じで綺麗な穴が開きました。はい、続きましてトウモロコシの缶です。ひっくり返して、まずはね、ここですね、中心に釘で穴を開けていきます。このハサミを差し込んでちょっと穴を広げていきます。約1センチの穴が開いてます。こんな感じになりました。それでは釘とハンマーでここにね、二次燃焼の穴を開けます。はい、こんな感じです。穴と穴の間隔はだいたい2センチです。それでははめ込んでみたいと思います。非常に簡単な作りですが、これでね、二次燃焼のソロストーブが完成しました。そしてここからですね、ペレットストーブ用の作業に取り掛かります。マジックを差し込んで大体の深さを測ります。ここにマジックの太さのメッシュの筒を作って、センターの穴からの空気の流れを確保したいと思います。今測っているのは縦方向です。マジックを一周転がすことによってマジックの径を測ることができます。
そこから5ミリほど余裕を見て線引きをします。缶の深さが約6センチだったので6センチで印をします。6センチのところが線引きできたら、最初に線引きしたところをカットします。2センチ間隔で印がついたら、6センチの線のところまでカットしていきます。はい、こんな感じです。マジックを芯にしてメッシュを巻いていきます。この裂けているところは外側に折り曲げます。はい、こんな感じでメッシュの筒ができました。はい、これで完成です。この仕様にするとペレットを投入してもセンターからの燃焼に必要な空気の流れを確保できているので出荷しづらくなります。